東京荒川少年少女合唱隊は日本の児童合唱団である。東京都荒川区にある児童合唱団で1965年に初代常任指導者であった渡辺健マロによって創立された。地域文化の向上、青少年の育成を目的として年2回の定期演奏会や海外の児童合唱団とのジョイントコンサート、 出張コンサートなど様々な活動を行っている。オーケストラ付き対局、オリジナル編曲での昇華、童謡、クラシック、グレゴリオ聖歌など様々な曲を歌っている。東京下町を拠点とし、メッセージ性のある歌を伝えることをモットーとした児童が師匠隊として様々な経験を踏んでいる。2002年1月より、軍司博士を常任識者兼指導者に迎え、6月に、 山の神武氏を指揮者兼指導者に迎える。2007年8月より、米谷武彦を常任指揮者兼指導者に迎える。合唱隊は過去にヨーロッパ、アジア、中東、アメリカなど様々な国へ遠征、演奏してきている。2011年8月、合唱隊は荒川区、ウィーン氏ドナウシタット区友好交流15周年記念式典へ参加するため、 オーストリアのウィーンへ遠征した。ウィーン郊外ドナウシュタット区と荒川区は平成8年に友好都市となっており、交換留学生による国際交流や荒川区南千住駅、東口広場にドナウ広場、その脇に続く道路にドナウ通りという愛称も付けられている。同じようにドナウシュタット区の道路にも荒川通りや東京通りという愛称が付けられており、 東京通り沿いの建物に荒川区と友達と題するモザイク壁画が作られているという関係。今回の遠征には2011年3月の東日本大震災後に差し伸べられた様々な支援に感謝し復興に向かう日本の元気を伝えるという大きな目的があった。計4回の演奏を締めくくる最後のドナウシタットクの教会では満員の観客から スタンディングオベーションを受けた。ウィーン遠征で観客に書いてもらった感想や応援メッセージなどを一つの大きな旗として大切に保管している。荒川区と岩手県釜石市は友好交流都市となっている。夕刻になると荒川区の街全体に流れる曲がある。荒川区民の歌荒川そして未来へである。この曲は1982年に 学生志向50周年を迎えた荒川区が区の誕生半世紀を記念する行事として区民みんなが楽しめる歌というコンセプトの下区民の歌として作られた。作曲は荒川区にゆかりのある玄哲也に依頼。作詞は公募だった。玄を含む審査委員17人による選考によって歌詞が選ばれた。その17人の選考委員の一人が渡辺健マロであった。 先行時、夢を追う人が住み、温かい心が通うという高野の歌詞が、平凡すぎると一人の著名な委員がことを唱えた。それに対し渡辺は、私は平凡だとは思いません。私は、この荒川で多くの人にお会いして、今ここで目を閉じれば、夢を追ってる人、心のとても温かい人、そういう大勢の人の顔を思い浮かべることができる。平凡ではなく、 荒川区にふさわしい良い歌です。と言った。この渡辺の一言で高野正義の死に決まった。後に渡辺の手により、故郷である岩手県釜石市で歌詞を少し変え、釜石市の愛称化、この街そして未来へとして現在も市民に親しまれ歌われており、釜石市内には歌詞の石碑まで存在する。これらのことが縁となり、 荒川区と釜石市の友好交流が始まり、渡辺が釜石で創立した合唱団とも交流がある。荒川区では2011年の東日本大震災直後に給水車を派遣し、様々な形で支援活動を継続しており、その一環として2012年3月に荒川キャラバン事業東日本大震災復興応援として東京荒川少年少女合唱待による 釜石市での復興応援コンサートが実現した。今回の釜石復興応援コンサートの中で、荒川そして未来へと、この街そして未来への歌詞を合わせた曲を会場の観客と一緒に歌い深い感動を呼んだ。この模様は荒川ケーブルテレビの特集番組内で放送された。二0十二年一月から四月、荒川区社会福祉協議会の主催により、釜石市民の文化、 スポーツ活動の復興を応援する、釜石市民元気応援プロジェクトが行われた。最終的には2万6000人以上の人から支持され、1600万円以上の募金が集まった。合唱隊では、メンバーの上層教育の一環として、原爆の図、丸木美術館コンサートを2009年から毎年、実施している。この演奏会は、未来を託された子どもたちの立場から、 丸木夫妻の絵を通し、その作品のある空間で歌うというスタイルをとっている。力強く、メッセージ性のある絵画と合唱芸術とのコラボレーションにより、戦争というものを肌と心で感じながらの演奏会は、近年好評を博している。おしくらまんじゅう、猫死んじゃった、木が木じゃない、小さな卵、ひふみ酔いつつ、小さいけれど作曲、若松正さし、 中山智子、ありがとうございます。